皆様ごきげんよう。今週のご講師、高清水優子です。今日のこの時間ですが、あのビル・ゲイツ氏が勲章を授与されたということのニュースとともにですね、おすすめというよりは私の人生を変えたと言っても過言ではない本を一冊ご紹介していきたいと思っています。まずはこちらの新聞記事からご覧いただきます。外相ビル・ゲイツ氏に勲章授与。林外務大臣は18日、アメリカ IT 大手マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏と外務省で面会し、旭日大綬章を授与しました。ゲイツ氏が共同議長を務める団体、ビル&メリンダ・ゲイツ財団を通じまして、途上国の公衆衛生を改善した功績が評価されたというものです。林氏はグローバルヘルス分野での継続した貢献に期待していると要請し、ゲイツ氏は光栄だ、残りの人生で最善を尽くしたいと応じたというふうに報じられています。この勲章なんですけれども、今授与されたというよりは実は一昨年授与されていましたけれども、本来であれば天皇陛下の拝謁があったり、さまざまな叙勲に関する行事があるんですけれども、やはりコロナの影響で来日が叶わなかったということもあったのかもしれません。今回は来日が叶い、そして林外務大臣から授与されたということになりました。勲章の授与の時にはですね、その勲章とともに証書というものも一緒に渡されるんです。一昨年ですから、その当時の内閣総理大臣の名前、内閣総理大臣安倍晋三という署名がありまして、そして天皇陛下のお名前、成人という直筆のお名前があって、そして字が押されている、そちらもともに勲章とともに証書も渡されたということなんです。この旭日大綬章という勲章なんですが、ちょっとこちらの本の中でも紹介されているのでご覧いただきたいと思いますけれども、こちらたくさん並んでいる中でこちらの勲章なんです。民間で功績のあった方に、授与される最高権威、しかも外国の方に、授与される中では本当に一番こう権威のある勲章ということになるわけなんですね。でちなみにですね、安倍元総理に以前贈られたということを紹介したことがありますけれども、安倍総理に贈られた勲章というのがこちらの勲章なんです。こちらの大きな勲章に関して我が国で身につけていらっしゃるのは天皇陛下と上皇陛下でいらっしゃいます。残念ながら安倍元総理はこちらを身につけることはないということになりますね。勲章に関してはこのように今でこそこのような本を通じて、こちらの私も出版に関わった本なんですけれども、このように鮮明な写真とともに紹介することが可能なんですけれども、やはり少し前ですとそのような写真などは紹介されることは不可能だったと思うんです。そこで冒頭申し上げました、私の人生を変えるようなって言いますとちょっと大げさですけれども、皇室の取材を担当することになった際、最初に買った自分で購入した本がこちらなんです。これ不参謀から発行されました井原頼明氏の著書造訪皇室辞典というものなんですけれども、戦前に発行されたものが昭和の時代になって、新たにこう造訪という形で発行されたものなんですね。でこの中にやはり勲章のことも紹介されていまして、先ほど申し上げました通り、なかなか写真で鮮明にというのは難しい時代にはこのようなイラストで紹介されているんです。で今ご覧いただいたビル・ゲイツ氏が授与された勲章というのがこちらの旭日大綬章ということで、先ほど私写真と見比べてみたんですが、本当によく細かいところまで描かれているイラストなんですが、このような形で勲章の種類などもこの皇室辞典では紹介されているんです。そして当時私まだギリギリ20代の頃だったんですけれども、この本を手に取って中をこう見ると、もう毎日そうですね1ページも読めない
といいますか、こう1ページ目を夜読んでいるうちにこう眠くなってしまって寝落ちをしてしまって、そして毎日のようになんか同じようなところを読んでた記憶があるんですが、ただ印象に残っている一節としては、この一番最初の序文のところなんですけれども、ここの部分に関しましては大変心に響くものがありましたので、ちょっとその一節をご紹介したいと思います。これはですね、昭和13年の2月11日建国記念の日当日なんですが、当時の宮内次官の白根松助氏の寄せられた文なんですね。その白根、宮内次官はこのように綴られてました。皇室に関することは国民の誰もが常識として知っておかなくてはならないことがたくさんあるけれども、その研究なり調査なりに至っては甚だ少ないのである。これは一つには皇室のことはかなりご遠慮申し上げようという考え方と、もう一つは皇室の事柄に通行している人が甚だ稀であるという理由に、よるのではあるまいかと思うのである。しかし正しき認識はいかなる場合でも一番大切である。ことに皇室に関する事柄については一般の国民に明確な観念を得せしむることが真の尊王愛国の精神を寛容するものであると信ずるのであるということで、私はこの文章に触れた時にちゃんと正しい知識を持った上で皇室を取材をしお伝えしなければいけないなということを思った次第です。そして今日ですね、あえてこの本を紹介したいというふうに思ったのはですね、この中に本当に大切なことが書かれています。この皇位継承に関することなんですけれども、このあたりからここまでですね、今いろいろと皇位継承に関して、皇室に関しまして週刊誌を含めあることないこといろいろ言われていますけれども、ここには明確に大切なことが書かれているので、今日あえてこの皇位継承に関してのこの増補皇室辞典の一節をぜひ皆様にお伝えしたいと思います。では皆様も一緒にこの文章、ちょっと旧字体だったりして読みづらいところはあるんですけれども、目で追っていただきたいと思います。ではこの皇位継承というところなんですが、朗読いたします。皇位継承、皇位の尊厳が天上無窮の進捗により確立された国体の根源であることは言うまでもなく、開闢以来軍民の部は元として定まり、皇族以外にして皇位を継承することは絶対にない。憲法はこれを力強く表現して第二条に、皇位は皇室典範の定むるところにより皇男子孫これを継承すと明示し、皇室典範第一条に、大日本国皇位は祖宗の皇統にして男系の男子これを継承すと明示されている。すなわち皇位継承の御資格は次のごとくである。1、祖宗の皇統であらせられること。2、男系の皇統であらせられること。3、男子であらせられること。歴史上の事実として、推古天皇、光玉天皇、斉明天皇、持統天皇、元明天皇、元正天皇、光顕天皇、正徳天皇、明正天皇、後桜町天皇の10代8方の女帝の霊が荒らせられるが、いずれも当時のやむを得ない事情によるものであって、決して皇位継承の本則ではないと、はっきりこちらに記されているわけです。つまり今ですね、いろいろと直系が大切だ、あるいは堂々と週刊誌などでも愛子天皇待望論などということが報道されていますけれども、きちんとした歴史を知ってちゃんとした皇室の知識を得ることによって、何が正しい道なのかということはおのずと見えてくるのではないでしょうか。
また先だって決まりました有識者会議では、今のところ皇位継承順位は変更はないということの、そのような状況の中でそれを全く無視するような議論が行われるというのは皇室に対してとても失礼なことではないかなというふうに私は感じた次第です。そこであえて今日はですね、この造法皇室辞典の中の大切な一節ということで、朗読をして皆様にもご紹介いたしました。皆様はどのようにお感じになりましたでしょうか。以上、今週のご皇室でした。